マエストロが亡くなって今年で30年、今日がその命日にあたります。マエストロは今世紀最大の指揮者と言われ、今やその評価はますます高まるばかりです。今日、マエストロの音楽を直接日本の多くのファンに聴かせていただけたら、どれほど素晴らしいことかと思います。しかしそれは夢です。そこで最も身近にいらした奥様から、マエストロのさまざまな生活ぶり、そのお人柄をお聞かせいただいて、マエストロのお姿を思い出したいと考えています。マエストロは絵画のように色彩的で趣味豊かなお人柄であったと伺っていますが。確かにその通りです。彼と一緒におりまして、退屈になることは一瞬たりともありませんでした。彼はきっと世界で最も話題の豊かな人だったと言えるのかもしれません。彼が絵画に興味を持っていたかどうかは、音楽に影響してはいないと思っています。音楽は彼の命でしたから。自然との関わりですが、もちろん彼が興味を持たなかった領域はなかったと申してもよいほどですが、芸術に関係を持たないものは別です。そして芸術と関係のある領域では、自然も結局芸術を通して捉えることができるものですから、自然とのつながりは彼にとっていつもなくてはならないものでした。
マエストロとの家庭生活で、相手が天才であればあるほど連れ添われた奥様として大変なご苦労、お心遣いがおありだったかと思われますが、いかがでしょうか。本当は彼は特別扱いされることが好きではありませんでした。自分が天才として特別扱いされるのが嫌で、普通のミューラーさんやマイヤーさんのように、この2つの名前はドイツに多い名前なのですが、普通に暮らしたがりました。それが彼の望みでしたが、もちろんそれは叶えられませんでした。ただそう考えていただけなのですが、そんな望みを持っていたので、彼はとてもつつましやかでした。とても謙虚なところと、そうでないところの両方があったのです。物やお金に関してはとても控えめでした。マエストロとのご生活の中で、一番思い出深い出来事といったら、どんなことでしょうか。一番思い出深いことは、彼の死です。それは私自身の一生を通じて最も印象深いことなのです。今世紀最大の指揮者の一人と言われ、世界的評価を受けているウィルヘルム・フルトヴェングラーが1954年11月30日、西ドイツのバーデンバーデン郊外のサナトリウムで亡くなって今年で30年。今でも多くの熱心なフルトヴェングラーファンがいますが、今年没後30年を迎えて、我が国でも去る10月4日から10月9日まで東京でウィルヘルム・フルトヴェングラー展が開かれました。その間、巨匠の遺愛の品々が展覧されたり、またフルトヴェングラーの未亡人エリーザベトさんの講演会が東京と京都で開かれ、身近に連れ添った妻として巨匠の生々しいお話を聞くことができました。遺品展の中には、夫人が最も愛着を抱いて大切にしているというデスマスク、何本かの指揮棒も散逸してしまって、今ではたった1本しか夫人の手元に残っていないという巨匠愛用の指揮棒や塩ビ服、それにドイツはもとよりイタリア、フランス、オーストリアなど各国から贈られた名誉ある勲章の数々、自筆の楽譜など、まさに巨匠フルトヴェングラーが東京によみがえってきたような壮観な情景でした。日本でもいかに巨匠がその偉大さをもって熱烈に迎えられているか、そのおびただしい出版物やレコードの売れ行きからも推し量ることができます。遺品展に集まった人々は、巨匠が身につけ愛用した数々の遺品を目の当たりにして、偉大な芸術家、大音楽家としてのフルトヴェングラーを肌身に感じ取り、その足跡をたどりながら、もし今日生きていてベルリン・フィルハーモニーを率いて来日してくれたならばという万感の思いを込めて、没後30年の巨匠を偲んでいました。私は若い頃からフルトヴェングラーファンで、フルトヴェングラーのレコードを何回も聴いておりました。そして戦後間もなく、ほぼ5年ぐらいしてからですが、1950年12月です。その頃にフルトヴェングラーの対話集というのが出まして、それが大変内容的に面白い、日本の聴衆にも役立つと
そういうふうに思いまして、早速フルトベングラーに日本語に訳して出版したいという手紙を出したんです。で、実はフルトベングラーからすぐ返事が来るというようなことはあんまり期待してなかったんですけれども、即座に返事が来まして、私がこの本で、提起した問題、疑問、そういうものに対して日本の人たちが非常に大きな関心を持っていることを大変に喜ばしく思ってる、どうぞ翻訳してくれと、そういうふうに言ってきてくれたんです。で、翻訳の手続き上、あるいは条件というのはスイスの出版屋と交渉してくれと。で、スイスの出版屋にフルトベングラーが手紙を出してくれたんです。それで結果的にはその本は日本語では音楽を語るというふうになって日本で出版されました。で、その時にフルトベングラーはまあいろいろと手紙のやり取りをしまして、非常にいろいろなことをアドバイスしてくれました。それから逆に新聞などで知ってフルトベングラーの体の調子がちょっと良くないということを知って、早速フルトベングラーに手紙出しましたところ、フルトベングラーはもう治ったから安心してくれ、今演奏活動を大いにやっているというようなことでした。で、フルトベングラーのそういう何回かの手紙見ますと、大変もちろん忙しい人で、いろんなところから手紙が来ているんです。例えばスイスであったりドイツであったりしています。で、私はフルトベングラーの一箇所のアドレスだけしか知りませんで、そちらの方にいつも送ってたら、その手紙が配送されていって、フルトベングラーは目を通してくれて必ず返事をくれたんです。そういう誠実さ、それからビジネスに対してはもうあくまでも仕事を早くやるという、そういう人柄、それから温かみということに私は大変に心を打たれました。今から考えてフルトベングラーという人はまあ非常に惜しかった人だと、今でもその手紙を出して時々考え、マエストロは子供時代から作曲家を志し、数々の作曲をされ、やがて指揮者として音楽界に君臨されていたにもかかわらず、なお作曲も続け、素晴らしいシンフォニーやソナタなどたくさんの作品を残されていますね。マエストロは作曲家としても人々に認めてほしいと思っていらしたのでしょうか。フルトベングラーは自分自身ではいつも作曲家と思っておりました。そして指揮者にではなく作曲家になりたいと思っておりました。ようやく後になって彼の才能がはっきり現れてきたのです。指揮をして人々の心を捉える非常に偉大な才能のことですが、もちろん少年時代には彼はこの才能に気づかなかったのです。子どもの頃には少しの作品を書いているだけです。ですけれども彼はその頃次第に自分の作品の様式が時流に即していないことに気づきました。そして時流に反していることに気づき、非常に感受性の強い人でしたから、もちろんうぬぼれは全くなかったのですが、感受性がとても強かったので彼は非常に悩みました。彼はこの頃の状況について、実際のところ四季は私の生活の中での避難場所でした、作曲家としては破滅しかない状況にあったからですと書いております。そしてこれは実際彼にとってとても良い避難場所になりました。それでも彼の心の中にはいつも葛藤がありました。そしてようやく最晩年になって、作曲家として成功しないかもしれないという不安に自分自身で打ち勝ったのです。さらにひょっとしたら作曲家として認められるかもしれないと考えるようにもなったのです。そしてこの気持ちはますます強くなっていきました。その気持ちが通じたのでしょうか。彼の交響曲第2番が今年日本で演奏されたのです。彼は交響曲第3番やソナタも書いております。マエストロの友人たちは
マエストロの作曲の仕事をどのように評価していたのでしょうか。彼の作品の中で最初に目標とし尊敬していた作曲家ということですと、ブラームスからブルックナーのあたりということになりますが、例えば彼の友人にエドウィン・フィッシャーという大ピアニストがおりますが、フィッシャーはフルトベングラーの作品を高く評価して、彼の最初の大掛かりな作品であるピアノ協奏曲を演奏してくださいました。そしてオイゲン・ヨーフムとヨーゼフ・カイルベルトですが、このお二人は作曲家フルトベングラーを十分に理解した演奏をしてくださいました。マエストロはヒンデミットやリヒャルト・シュトラウスやシェンベルクなど同時代の作曲家たちをどのように評価していらっしゃいましたか。まずリヒャルト・シュトラウスですが、フルトベングラーはリヒャルト・シュトラウスの作品を大変素晴らしく指揮しました。そして晩年になってメタモルフォーゼンのように素晴らしい曲が書けることを感心しておりました。次にヒンデミットですが、フルトベングラーはヒンデミットのためにいつも力を尽くしました。ナチスがヒンデミットに圧迫を加えた時期にはヒンデミットを援助しましたし、戦後も同じように力づけヒンデミットのあらゆる作品を演奏しました。シェーンベルクについては、彼はシェーンベルクのとてもモダンな作品を演奏いたしました。フルトベングラーは現在活躍しているどの作曲家にもその作品を聴衆に聴かせる権利があるのだといつも申しておりました。シェーンベルクはフルトベングラーよりずっと年長でしたが、この二人はちょっと変わった友情で結ばれておりました。と言いますのは、二人ともブラームスが好きだったのです。シェンベルクもブラームスの音楽が好きで、戦争末期にロサンゼルスに移住した頃、そこで開かれたブラームスコンサートにおいでになりました。ブラームスの4つの交響曲のうちどれが演奏されたかは存じませんが、聴衆は皆大変感激したそうです。その時シェンベルクはこう述べておられます。私はアメリカ人をとても気の毒に思います。アメリカ人はフルトベングラーを聞いたことがないので、ブラームスの交響曲の真の響きを知らないのです。フルトベングラーとシェンベルクとの間にはこのような関係がありました。一方フルトベングラーは十二音技法の作曲家としてのシェンベルクにはもちろんややよそよそしい態度をとっておりました。二人は対立的な考え方をしていたのです。フルトベングラーは調整とソナタ形式の可能性を信じておりましたが、シェンベルクの意見によればそれはもう済んだことで、私たちはそれをもう一歩も先に進めることはできないということになるのです。ですけれども昔によくあったことですが、二人は大変仲の良い友人でした。マエストロは36歳でベルリンフィルの指揮者に迎えられ、亡くなるまでその地位に就かれていましたが、そのきっかけはどんなことからだったのですか。もちろんそれは彼が偉大な指揮者であったということに他なりません。当時決定権のあったルイゼ・ボルフが、彼なら十分その任に耐えうると考えたからです。フルトベングラーはその頃ベルリン国立歌劇場管弦楽団の指揮者でしたので、ベルリンフィールハーモニーのこともよく知っており、もうずっと関係もありました。彼はウィーンにも客演して大成功を収めておりましたので、問題になることは何一つなかったのです。ですからフルトベングラーが心から崇拝していたニキッシュが亡くなった時、後継者にはフルトベングラーしか考えられなかったのです。もちろんその頃フルトベングラーはとても若かったのですが、それは問題にはなりませんでした。演奏会には奥様は一緒にいらっしゃいましたか。ええ、ほとんど回りました。リハーサルに立ち会われたことなどは。ええ、リハーサルにもよく参りました。不思議なことですが、
彼は私が立ち会うものと思っておりました。私が何か他の用事があるかもしれないなどとは一度も気にかけなかったのです。リハーサルはどのように行われましたか？そしてマエストロはオーケストラの人たちに厳しい注文を出していらっしゃいましたか？とても大切なことは、彼がリハーサルではごくわずかしか喋らなかったことです。私が一番よく耳にしたのは、もう一度、またはもう一度私と一緒にという言葉でした。 M 記号の4小節前からや N 記号の5小節後からということもよく聞きました。そして演奏が気に入らなかったり、どうしてもうまくいかないと感じたときには指揮台を降りて出て行きました。こういうことはたびたびありました。それでも彼はオーケストラをひどく怒鳴りつけたことは一度もありませんでした。彼が憤慨して出て行きますと、皆には事情が飲み込めましたので、彼を外に一人にしておきました。彼はしばらくすると戻ってきて、全く冷静に M 記号の3小節前からと練習を再び始めるのでした。Nicht die Eins zu betonen bei dem Pizzicato. Was? Ja, das muss alles wie ein Schleier sein, ohne jegliche Betonung. Und die nicht langsamer. Diese 16 sofort und gut gespannt. Crescendo ist in der Mitte des Taktes. Nicht schon am Anfang. Sowohl bei Ihnen als auch etwas viel zu früh. Nur ganz und nicht so übertrieben stark. Das ist so ganz das Melancholische. Okay. Machen wir es nochmal. Bitte recht legato. Nicht oh, und oh.
マエストロとの思い出の中で第二次大戦のことを伺うのは大変に心苦しいのですが、マエストロは戦争というものを芸術家としてどのようにお考えになっていましたか。またなぜあの激しい戦争、爆撃の最中でも祖国を去ろうとなさらなかったのでしょうか。フルトベングラーはもちろん私どもみんなと同様に戦争には反対でした。そして私どもみんなと同じように戦争をただ耐え忍ばなければならなかったのです。ただ悲劇的なことですが、戦争に負けるように望んでいたことです。これは実際大きな悲劇でした。そのことによってのみ恐怖政治から解放されるのですから。また彼のとても驚くべき一面なのですが、彼は少しも不安を感じておりませんでした。ベルリンでも何度か危険に出会いましたが、彼は自分の運命を信じていたようです。それは当然のことでした。他のドイツ人も皆耐え忍ばなければならなかったのですから。そして彼自身が恐怖政治に脅かされた時にようやくドイツから出たのです。そうするより他に仕方がなかったのです。戦争中のこととなりますと、日本のファンが等しく知りたがっているマエストロとナチスとの関係についてお話し願えますでしょうか。Sie haben ja zugehört schon, was ich eben erzählt habe. Das spielt ja alles schon in diese Situation hinein, sowohl beim Thomas Mann wie Krieg und so, nicht wahr? Oder Hinde mit. Es war eigentlich ein ständiger Kampf. Und wenn ich heute sehe, ナチスとの関係は常に戦いでした。フルトベングラーほどの年齢の指揮者が表現の仕方は適切ではないと思いますが、十分なお金を稼ぐことだけを考えるのではなく、厄介な問題、人の世話、戦いだけに明け暮れていたことを今日考えてみますと、フルトベングラーはそういったことを気にかけていなかったように思います。もちろん私は彼から家計費をきちんと受け取っておりましたが、それはつつましやかなものでした。彼にとってお金のことは全く重要ではなかったのです。フルトベングラーに味方してくださった方々はどうして亡命なさらないのですか。外国でしたらもっとたくさんお金を稼ぐことができるでしょうにとたびたびおっしゃいました。もちろんフルトベングラーが自由な世界に出ていたら、フルトベングラーブームが起こっていたかもしれません。しかしこういったことを良い解決策として彼に進めるわけにはいきませんでした。そんなことに彼は関心がなかったからです。彼が関心があったのは彼の民族、彼のオーケストラとともにドイツ国内にとどまることでした。オーケストラを見捨てていくことはできません。これが彼の置かれた立場でした。そして戦争の初期、戦争の前にも彼はシェーンベルクやシェーンベルク夫人をはじめ、祖国を去らなければならなかった全ての人々のために休みなく力を尽くしました。また外国に出たくても資金のない人には亡命できるように金銭的な援助を惜しみませんでした。こういった面倒はしょっちゅう見ておりました。絶えずナチスの宣伝省のゲッペルスのところに行き、ユダヤ人の女性と結婚したベルリンフィルハーモニーの第一クラリネット奏者の子どもたちが高等学校を辞めなくてもよいように取り計らうといったこともフルトベングラーの仕事でした。今日の指揮者とは大変違うことがお分かりでしょう。終戦を迎えてマエストロは再び指揮活動を始めになったわけですが、戦後指揮活動を再開された頃のマエストロについてお聞きしたいのですが。Es war sehr, sehr schwer. Und da war er sehr erstaunt über die Schwierigkeiten, die hauptsächlich letzten Endes damals von den Amerikanern kamen. とても難しいことがありました。ことに終戦とともにアメリカ軍がやってきた時に生じたさまざまな困難に彼はとてもびっくりしておりました。おかしなことには皆が止めようとしたことですが、アメリカ人が
ベルリンフィルハーモニーを引き受けようとしたのです。私はメニューヒンがその頃述べたことを思い起こさずにはいられません。そしてそのアメリカ人を止めるためにいろいろの術策が巡らされました。いろいろのことがありましたが、フルトベングラーは1947年5月にベルリンで指揮活動を再開しました。その復帰演奏会で起こったことは、再びフルトベングラーをベルリンに迎えた熱狂的な感激でした。Was sich da abgespielt hat in dem Augenblick von den Berlinern, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Begeisterung, dass er wieder endlich da war und so. 日本のファンの皆さんは、これからもマエストロの偉大な足跡を追い求め続けていくことと思いますが、終わりに臨んで、日本のフルトベングラーファンに何か一言お言葉をお願いしたいと思います。私は大変嬉しく思っております。と申しますのは、私が日本に参りましたことだけではなく、私の主人の足跡が日本人によって確かめられていくのを経験するたびに心から嬉しく思うのです。そして大げさに言っているのではないのですが、フルトベングラーを彼の遺産からこれほどよく理解してくださる国民を私は他には知りません。ですから私はファンの皆様に心からお礼申し上げたく思います。
フルトヴェングラーっていうのは20世紀の全般の代表的な指揮者の一人というだけじゃなくて、まあ19世紀以来今日に至るまでの音楽の歩みの中で非常に大事な中心的な位置にいる大指揮者だったと僕は思うんですね。でフルトヴェングラーが育ってきた環境から言うと、それはベートーヴェンっていうのが太陽みたいな存在で、その周りにシューベルトだとかシューマンだとかワーグナーブルックナーブラームスといって、このきら星のような天才たちが並んでる一つのその星座が、これが音楽の価値の体系を示してる、まあ、そんな時代だったと思うんです。しかし20世紀になってからその音楽の価値の体系が少しずつこう揺らぎ出してきたっていうか、それと違う考え方が出てきた。でフルトヴェングラーはそれを毎日毎日言ってみれば、この価値は正しいんだということを証明するために戦ってたようなもんだと僕は思いますね。で僕はフルトヴェングラー、ちょうど彼が死んだ年にパリとそれからザルツブルクで聞いたんですが、その演奏はやっぱり圧倒的な感銘を与えました。で特徴っていうのはこういうことだと思うんです。その音楽の個々の要素と全体のバランスが全く独自なやり方でもって取れる演奏になってた。でそれはベートーベンのように構成のがっちりしたものだと、ちっともそれやっててもちっともこう硬くならなくて、細かいところでとっても自由だ。それからまた逆にブラームスのような音楽でリズミックなところがあったり、それから歌のところがあったりするように、こう細かく動いてる音楽をやってても全体の骨組みがきり浮かび上がってくるような演奏、そういう意味でもってベートーベンの第九シンフォニーだとかブラームスの第四シンフォニー、シューベルトの第九シンフォニーなんていうのはやっぱり不滅の名演奏の、まあ、モニュメントを築き上げたような、そういう人だと思いますね。ただしフルトヴェングラーは死んでもう30年になるわけだけども、フルトヴェングラーはただ昔の時代の巨匠だったっていうんじゃなくて、今も生きている人だと思うんです。それは彼が死んでもレコードがもう次から次へと出てきてキリがないのを見ても分かると思うんです。でもうそろそろ種切れになったかと思うと、どっかからか掘り出されてきたり、また吹き上げてきたり、まるで魔法の泉みたいっていうのは、音楽ファンっていうものがどうしても彼の音楽を必要としてるっていうことでしょう。それからまたそれはファンだけじゃなくて、本職の音楽家、例えばブレンデルのような今日の代表的ピアニスト、あるいはバレンボンのような世界の人気者のピアニスト兼指揮者、
こういう人たちがやっぱり彼の音楽の優れた点を捨てきれないというか、それに従って音楽の本質的な大事なことをやろうとしているわけですよね。だからフルトヴェングラーは去年の名指揮者というんじゃなくて、今も生きているし、それから未来も指さしている大変な人だということになるんじゃないでしょうか。